はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、伊藤ちゃんです。さあ、今回 SR47 テンポラルやっていきたいなというふうに思っております。で、まあ、こちらの武器なんですけれども、テンポラルの、テンポラルにか、ジャングルマットをぶち込んだら、めちゃくちゃいいのができた、1F で。すごく良くないこれ。しかもなんか、謎にハンドル癖がめっちゃ上がったんですよ。これ、謎だよね。で、この武器、まあ、一旦射撃訓練場で、戦闘訓練場か、で撃ったんですけど、かなり無反動で、まあ、これめちゃめちゃいいなということで、今回紹介していきたいと思います。というわけでやっていきましょう。さあ、行きましょう。結構無反動に仕上がっております。グレネード怖。ほら、すごいでしょ、今の。めちゃくちゃ無反動なのよ。めっちゃ持ってかれたけど、今ね。ショットガンがね、今。めっちゃ持ってかれた。びっくりしちゃった。まあ、なるべく離れて、あ、やばいな、グレネードが。離れて待ってれば、まあ、中遠強いかなっていう、あっちの方が強かったわ。頭入れられたらね、無理だね。中遠で待ってれば、まあ、ほぼほぼね、いいとこ取れるかなって感じはしますが。来ないかな。え、来ないんだけど。え？まあ、なんでかね、バレずに左側まで行けました。よっぽど右側のヘイトが高かったんだろうね。もうこんな感じなんすよ。すごくない？立ち位置でも同じ。ほら、すごいよね、これ。あー、落とせない。ありがとう。生きてたわ、あなたのおかげで。でも大体それやられると直視するから。うぃだ、この SR47 特有の、あんまりよく、あ、なんつうの、まあ、中段の悪さっていうか、実はこれ、中段良くない武器なんで、それが消えてる。中段が悪いのが消えてるのと、あと反動が強いって昔からよく言ってたんですけど、それが消えてる。もう4発しかないもん。ああ、4発で落とせる自信があった、今。3発しか当たってないですね。で、火力もね、そこそこあるでしょ。優秀ですよ。これ、マジでカスタムできたら最強だったな。これ、ノンパスだからね、だってね。マジでバーストバレルの1本でもあったら、まず世界変わる。やばい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 。なんか飛んできてたけども、今。謎の飛行物体が俺の頭に通過した。待って、攻めすぎじゃない？ちょ、待って、右側の、こっち側の人たちがすごい攻めてる。こんな押し付けることないよ、ここ。ありがとう。マジで優秀。あー、今のチンカ、頭どうでしょう？おそらく。まあ、腕が判定されてるかもだけど。あ、強いよ、マジで。決め打ちも強い。さあ、やっていきましょう。アサルト持ったらね、センター守るのが最近流行りなんで、やっていこう。そもそもあんまりやらないんですけどね。専門外なんでね。どっち守る？投入。手榴弾投擲。ああ、ナイス。出てきたら踏むグレネードなんだけど、全然意味なかったっすね。確か表示されないんだよね、この壁越しだとね。だから出てきた瞬間に爆発するみたいなね、そんなグレネードなんですけど、あんま意味なかったです。なかったことにしてください。頭が入らなかったお。ナイス。お探しのようで。手榴弾投擲。いるんじゃねえと思ったけど、そんなことなかったね。はてはて。
個人的にはニナカからなんか出てきてくれたらいいなっていうふうに思っております。まあ、なるべくね、離れた距離で戦った方がいいんですけどね。ここ2択を見るってのができないんで。いる？どこにおんの？敵率で放置とかないよね、さすがに。あ、ナイス。よし。ダメージもね、4発落としがほぼ約束されてるような感じのダメージでございます。さあ、もう一回グレネード入れときましょうか。人数も多くなってきたことですし、お寿司。俺の熱々グレネード、でもちょっとさっきね、中まで入ってなかったんで。大丈夫か？お前か？いやー、逃がした。あ、ありがとう。どっからやってくれ、あ、そっからやってくれたん。いやー、落とせんか今の。167は入れられてるわ。こっちも128入れてるけど、相手も回復してるっぽいですね、おそらく。やっぱ4発で落とせてるし、4発で落とせてないや。2発で50入ってるから4発で落とせますね。で、同ダメ31。で、相手の HK416 の方が、回復は低いはずですが、防弾も、なんでだろうね、もっと。まあ、下ブレしてんのかな、こっち側が。あっち側ブレして。本来だったら俺の方が入ってくれないとダメなんですけど、ボーダー活動力2の違いですけどね。頭入れられてるのが大きいね、これね。ここがね、最悪でしたね。でも腕ダメもね、ボーダーがちょっと違うんで見れないですけど、まあ基本的にはこのぐらい入るかなと思われます。すごい回復してくれる。ここさ、すごいね。あ、俺の位置を受け継いでる。ペナルティが入ってますが、俺の意思を受け継いでおりますね、テンプラル。さあ、ここは頑張ってほしいところ。さあ、残りは1人、右側は確定しております。あー、みー、おろろ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 ろ。いっちゃ、いってなあかん。落ち着いて。なんか入れ違ってんだけど。なんで。お、うまい。あー、惜しい。惜しい。シャーペン同士の戦いやん。ヘルス的にみんな。みんなローヘルだったわね。いやー、惜しかったなー、今の。いい勝負だったな。グレネード来てますね。敵のグレネード、敵の勝負弾でしょ。追いかけグレネード、追いかけるグレネード。顔は出さないか。いや、そこは頼むで。え、大丈夫だよね、大丈夫だよ。アイス。ナイス。痛い痛い痛い、普通に痛い。いやー、危ねえと思ったけどダメだった。ダメでした。壁抜きでも40持ってくれてる。さ、ここのダメージやばいよね、これね。やっぱこれだよ、56.8。このダメだね。素晴らしいな。最初、貫通も、まあ、ここの壁の問題かな。柱って薄いんで。26持ってってますけど、多分ここだからできたってだけだと思われます。腕ダメで27、21。すげえな、持っていき方が。はい、ナイス。素晴らしい。さあ、3対3、いい勝負だね。なんとか俺、ほぼほぼマイランド死んでんな。なんとかいいとこ見せたい。ほい。手榴弾投擲。敵制圧。だろうなと思いましたよ。目標地点の敵を要求。マガジンチェンジ。クリア。さあ、落としきる。やっぱり来ると思った。マガジンチェンジ。いてえ、マジで。うわ、全然当たらなかったよ。すまない。
さあ、あと1本取って終わりでございます。ちょっとセンターをババッといきたい。了解。よくやって。やばー、もう無理、もう無理、もう無理。お願いします。ありがとうございます。ありがとう。飛べ。マガジンチェンジ。え、まだいるやん。え、おるやん。いないと思ってた。4対3いい勝負。全然いいとこ取りしかしてねえよ。はい、というわけで、反動がやっぱ高くなっただけでかなり使いやすくなった。いや、やっぱテンポラル、まあな、テンポラル確か性能アップ版だったと思うんですけど、普通のね SR47 もテンポラルも変わらず、やっぱやりづらい、打ちづらいっていうのがねあったのよ。どうしても反動抑制高く、反動抑制低いんで、でかつ集団がそこまでよくいいわけではないからやりづらかったんですが、だいぶいいね。これめっちゃ上振れ引いたんだなっていう風に感じます。ただやっぱ足りないのは連射力、そこが一番足らないなっていう風に思いました。なので、まあ、攻撃力48以上維持者は、まあ、連射力を10超えたいなっていう風に思いますが、うん、これちょっとあれかな、別の武器にかぶせちゃった方がいいのかもしれない。まあまあ悪くはないけど、やっぱカスタムができないっていうのがねどうしても引っかかるなって思うので、やっぱこれがカスタムもしくはアップグレードキットの一つや二つあったらまた話は変わってくるのかなというふうに思います。連射力は11欲しいし、いや12欲しい、正直ね。この 10.5 じゃ結構ねやりにくい、あんまり良くないね。もう11以下って今結構、ね、バトルライフルでもない限りは遅すぎなんで、あんまり今戦えるかって言われるときついですよね。だって俺のこの FG の方が早いんだね。ね、そう考えるとねって感じだからね。でもまあ扱いやすさは段違いなんで、本当にそこだけは評価できるかなと思います。あとはこの武器がまあなんか別の何かになったらいいなと思いますし、なんで反動抑制がプラス5も触れたのかはちょっと分かりませんね。そこはなんかそういうあれなんだと思いますので、皆さんね、分かる方、有識者コメントで教えてください。というわけで今回ここまでになります。お疲れ様です。